マジで頑張ってますので、この後、しばらくしますとね、また今度向こうの方に回らなきゃいけないので、来る前にということで。それでは、8月の25日はですね、また玉川神社でね、滞在があります。秋の滞在がありますので、そちらの方でもね、行かせてもらいますけども、今日一緒にね、やってくれる方はですね、南正蔵さんでございます。どうも、南正蔵と申します。神楽姫というね、神楽姫というバンドを組んでおります。もう一人本当はいるんですけども、伊勢パンダというのがいるんですけども、その方は今日は来てません。私、ね、山田光節と、ね、南正蔵でお送りします。南正蔵でお送りします。これはいつものナンバーから行ってみたいと思います。風に吹かれてみたいから。Thank you.
もありがとうございました。もう今日はもうのっけからもうステージの前いっぱいお客さんいますよねえ、この腰掛け見てください、もう大勢の人が私には見えるんですけどね、見える人には見える、見えない人には見えないね、すごいステージになっております。さあそれでは2曲目、今度はですね沖縄の出身のですね究極というグループがいまして、グランプリを取った曲を紹介したいと思います、季節は8月ですけども、梅雨時の6月の雨という歌でございます。はい、6月の雨です。
はい、どうもありがとうございました、6月の雨という歌でした、ね本当に季節外れなんですけどね、6月の雨という歌でした。それではね、今度は、その名の通り季節外れという歌を、ね今度は野木名博さんという人がいまして、野木名博さんが今もですね沖縄で頑張ってるんですね。入り口がまたそうそうそう、これ夏祭りでね田村の夏祭りで結構失敗したんですけどね季節外れ、元気になってくださいね、賢く育ってくださいねという、ね気持ちが込められております。それではわらび神うちなの方言バージョンでお聴きください。
いただけますでしょうか。レコードはまだ販売されておりません。ぜひレコードを出したいなと思っている曲でございます。ぜひね、皆さんでね、聞いて覚えていただきたいと思います。とてもね、まあでもこれは不倫の歌なんですけど、奥多摩をね、奥多摩っていうか奥多摩を題材にした歌を作りたいなと思って、2005年にようやくできた歌でございます。本当にまあ、もうみんなでね、口ずさめればなと思ってたんですけども、内容がね、やっぱりちょっとこうね、ちょっとね、不倫の歌なので、それで「悲恋」とつけました。
奥多摩五条という歌をね、カセットテープで出してる方がいらっしゃると聞いたので、同じ曲名にしても面白くないだろうということで、私は試練は奥多摩五条としました。蝉の声が鳴いて本当にね、残酷厳しき鬼ですけども、ここは本当に朝霞五公園は木陰になってますのでね、とてもいい感じです。試練奥多摩五条、作詞作曲は内田畑三郎でございます。私が作りました曲です。しみじみと弾いていただきたいと思います。それでは弾いてみたいと思います。Thank you.
ました。秘伝奥多摩王城でした。では最後の曲になります。夏にふさわしい歌でっていう感じでもないんですけどね、24の時に作りました、作詞しました、サンセットメモリーという曲なんですけども、ジプシーローズさんという人がですね曲をつけましてね、歌っていただいたので僕もね歌わせてもらってます。これはあの東シナ海に沈む夕日を見て、作った歌です。聴いてください。サンセットメモリーです。Thank you.
ありがとうございました。どうもありがとうございました。ステージ終わりました。本当に大変です。さあ、この後はですね、一応ビンゴ大会をしますのでね、ビンゴ大会に、やりますので、ビンゴ大会をやりたい方はですね、このステージの前まで来ていただいてっていうか、まあみんなね、券を配りますので、ぜひお時間のある方は残って、ビンゴゲームを楽しんでもらいたいと思います。でビンゴゲームはですね、ちょっと時間が長くなりますので、先着5名に限らさせていただきます。5名が終了した時点でですね、次はですね大抽選会に回しますので、その大抽選会の時にはね、また同じように抽選やりますので、ぜひね、楽しみにしてください。それでは終わりましたらですね、もうちょっとしたらビンゴゲームを始めたいと思います。南正蔵さんにも大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。今日本当にご苦労様でございます。ね、明日からやってまいりまして、まだ置いておけばね、また整理できますからね。ちょっと置いておきましょう。ありがとうございます。あ、何これ？これです。え？あ、そっち？ギター通りありがとうございます。え？ああ、そうそうそう。俺もなんか喉乾いてたから、みんなもう溶けちゃってる。